風邪をひいたって方です。風邪をひいた、喉が痛くて鼻が詰まって歌えなくなった。他に何か楽しいことを考えてみたら、また咳が出た。夢のキャンバス、絵の具はどこに置いてきたっけ。誰かの真似すればいい。そんなものか、未来はありふれた未来の手前。また少し遠くなった熱まで出た。例えばそれは情熱と呼ぶにはまだ冷たいか。甘いメロンは食べ過ぎたのなら味がなくなる。身につけろ。その中でその身を焦がすほど明日は描けるか。ありふれた未来の
待ち望んだ。ありがとうございます。